おじいちゃんとパパえぷんたな。なんだちびすけ、食べたいのか。仕方ねえな。おじいちゃんはジャムをいっぱい塗ります。いつもいちご、ドキドキマーマレード、先にバターも塗ります。つまみに来たなちびすけ。仕方ねえな。焼いてからバターを塗って、あんこを塗る、きな粉もかける。おじいちゃんはつぶあんが好き。バターをいっぱい使うとおばあちゃんが怒る。ちびすけ、これ焼けたぞ。仕方ねえな。おじいちゃんは半分に切る。パンを軽く焼いてからマシュマロを乗せて焼く。すぐに焦げるから、おじいちゃんは焼けるまで見張る。うまいかちびすけ。仕方ねえな。もう一個食え。バターを塗って砂糖を振りかけてからトースターで焼く。砂糖は いろんな喫茶店でもらってきたやつらしい。バターを塗って柔らかくしておくと塗りやすいらしい。来たなちびすけ。仕方ねえな。とっておきだぞ。煮ていってからラム酒につけたレーズンを無塩バターに塗り込む。パンを焼いてからバターを塗って砂糖を振りかける。本当のところ、僕は子供の頃からケチャップやソーセージのパンの方が好きだった。だけど、甘いパンをペロリと食べるおじいちゃんを見るのがもっとずっと大好きだった。お、でもそれは今も同じ。ちびすけ、これ土産だぞ。お前の好きな甘いピーナッツのやつ。仕方ねえから付き合ってやる。こってり濡れ。お、ちびすけ食べたいのか。仕方ねえな。まだダメ。おしまい。え、ちゃんがね、It's all bread. Yeah, it is all bread.